はい、どうも、うみです。本日もコミショを続きからやっていこうと思います。前回はどんなとこで終わってたんだっけ。なんか確か太一くんがまた結構積極的に攻めてき出そうとしてるところだったのかな、だった気がするんですけども、私今回もう事前にほらめちゃめちゃね話を解放してきました。前回はねグループワークの話までしてたんですよ。で今この噂話から今日は読んでいくんですけど、4つもねもう先に事前に開けてきました。いや頑張った頑張っただって次またここネタ1700だからね、次の解放地味にね集めて集めて頑張ってきました。ということで今回はこの4つの話をまあ読んでいって、終わろうと思います。じゃあ早速話をするでいいかな。あ、はいはい、水着、なんか水着着てたんで、そういえばプール行ってたね。頑張って自分から声をかけないと。で、噂話。うわ、噂話とか結構いいんじゃない？小宮山くんだよね。小宮山くんと噂話されるのかな？この前友達から聞いた噂なんだけど、あ、そういうことか。うん、どうしたの？そうなんだね。うん。やっぱり噂話は女の子同士じゃないと盛り上がらないのかなどんな噂話したんだろう。ええ、でもそんな別男女でも盛り上がるもんは盛り上がるんじゃないの。そう、あなた小宮山くんがどんなチョイスをしたかよ、噂話をなんか誰々と誰々が付き合ってるんだってとかいうのは絶対好きだと思うよ。みんな好きそうじゃない。だけど多分きっとそういうのじゃないんだろうね。よし、じゃあ次もう一ついきましょう。頑張って自分から声かけないと。はい。で、噂話はまあちょっとまあね、好感度上がったんでいいか。猫の話。はい。この前猫のタマと縁側で日向ぼっこしたんだ。あ、かわいい。あ、かわいい。その光景、その絵のスチールかなんか絵ないかなめちゃくちゃ見たいんだけど。てかなんでこのずっとプールにいるんだろう。へえ、猫飼ってるんだ。猫って癒されるよね。私は犬派ですけど猫もかわいい。一緒にいると私なんだかすごく落ち着かな。かわいい。なんか猫っぽいよね、確かに。うん、あのラブライブのりんちゃん味を感じるんだけど、私ずっと密かに思ってたんだけど、うん、すっごい猫ちゃんっぽい。にゃんにゃん言ってそう。そっか、そんなに猫のこと好きなんだ。普通になんかね、メイド喫茶、猫喫茶とか言いそう。あ、待って、なんか始まった。彼女のために。よし、みんな集まったか。あ、太一くん部長かなんかだったっけ。我が水泳部も夏休みまで残り2週間になった。夏休みに入ると大会があるわけだが、俺が部長になって水泳部が人気になったおかげで、残念ながら今年は部員数が多くて全員が大会に出場することができない大地くん2回噛んだね。2回噛んじゃったよ。いやでもいいよ、そういう部長ね結構IQ あっていいと思う。本当にこういうとこをさらっと言ってるのけるこいつのハートは一体何でできるんだろういいじゃんいいじゃん、自信持って。そこで夏休み前に大会に出場する選手を選ぶための学内選考会をしたいと思う。これさ、顧問の先生が言いそうなことだよね。太一くん顧問の先生かな。学内選考会は2週間後の夏休み初日にするからな。お前たち頑張るんだぞこれ絶対顧問のセリフだって。やっぱり太一くん、これ顧問のセリフ、お前たち頑張るんだぞって。お、学内選考会、あ、ちょっと悩んでるんじゃない。学内選考会か。え、あれ、なんかセリフ違くない。今学内選考会かって言わなかった。今ほのかちゃん、んどうしたのって言うべきだったんだけど。私の今のタイムだとちょっと難しいかなと思って。いやいや、いけるいけるいける。じゃあ一緒練習しよう、一緒練習しよう、放課後でも。もういつでも夜にナイトプール。うわ、いいね、ナイトプールしようよ。そっか、天候とかバタバタしてて大変だったよな。俺に何かできることあるとすれば。ねえ、もしよかったらなんだけどさ。ん？何？俺と一緒に朝練しない？あー、朝練か。朝練ね、朝練もいいですね。朝練とどうせなら夜練もしよう。夜練も。でも小宮山くんのタイムなら朝練しなくても大丈夫でしょ。あ、そうなんだ。小宮山くんって早かったんだっけ。え、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いや、これは落とすチャンス、落とすチャンス。うん、まあそうなんだけど、今度の大会では結果出したくて今から頑張りたいんだ。うわ、いいね、小宮山くん、それいい男だよマジで。全然コミショじゃないよ。
だからどちらにせよ朝練しようかなと思ってたところだし、それに技術部長として教えるのも仕事のうちだしね。そうなんだ。あー、いい音決めてるよ、決めてるよ、決めてるよ。今グググググググってハート上がってるから。じゃあ、お言葉に甘えて一緒に朝練をお願いしちゃおうかな。あー、やったー。え、最高じゃん。朝っぱらからさ、この子を見れるんでしょ、水着姿で。え、超最高じゃん。え、小宮山くん、ちょ、譲れ。本当大丈夫なの？大丈夫、大丈夫、大丈夫。全然大丈夫です。うん。まあ、俺が寝坊しなければの話だけどね。実はちょっと自信がないかもね。寝坊の心配しちゃってる。え、じゃあモーニングコールしてもらえばいいか、あの、迎えに来てもらうか。あ、ほら、ほら、ほら。朝、一緒に学校行かない？え、待って、やばくない？急に、急接近してない？超、あの、猛スピードで。急接近してるよ。え、小宮山くんの家まで毎朝私が迎えに行くよ。うわ、これはいける。もうこれ告白したらいけるって。マジで、いや、まだ早いか。でも、もうあとちょっとでいける。やば、家まで迎えに来てくれるの。でもいいの？え、でもさ、家にお母さんとかいたらさ、ちょっと冷やかされそうじゃない？私の練習に付き合ってもらうんだもの、それくらい当然だよ。いや、いい子ほのかちゃんも寝坊したら逆に迷惑だろうしな。そっか、じゃあそうしようか。全然小宮山くんマジでコミショじゃないよね。普通に話してるから。じゃあ明日からよろしくお願いします、先生。うわこれキュンってくるんじゃないの、男ども、男ども。急に口が悪くなかった。絶対この先生ってやつ、先生って響きいいな。ほらほら、なんか、新しい世紀芽生えちゃってるよ。おー、あ、来た、冬休み。お、何、学生証、女子学生。普通の女子学生だからって舐めてはいけない。女の子はとにかく話す生き物なんです。聞く、うなずく、褒めるにてしゃ。めんどくさそうだな、女子学生。よし、ここをいっぱい、ここでいっぱい取ろう。で、次の実況の時に早く解放できるように。よしよし、1000はいった。で、1700だったんだよね、次。あー、もう終わっちゃった。早っ、めちゃめちゃ早っ。結構やっぱ早いな。え、じゃあ、今2つ読み終わったんだよね。はいはい、ね、猫の話までか。じゃあ次、親父ギャグ。ちょっと危険な香りしかしないけど大丈夫かな。おはよう、小宮山くん、今日もよろしくね。あ、いいよ。え、これ迎えに来てくれたってことなのかな。う、最高じゃん。ありがとう、モーニング、モーニングほのかちゃん。そうだ、ちょっとそこの椅子に座ってもいいっすか。え、嘘でしょ、小宮君。え、小宮山君、嘘でしょそれ。そこの椅子に座ってもいいっすか。え、いきなりどうしたの。あ、もしかして小宮山君って親父ギャグ言うんだ。待って、え、こんな反応されたらちょっと傷つかない。小宮山君って親父ギャグ言うんだ。え、親父ギャグだって分かってもらえたみたい。待って、どういう会話これ。え、どういう会話、小宮山くん、小宮山くん、どういうこと。それで好感度上がるってどういうこと。ほのかちゃんもどういうこと。親父ギャグ好きだったのかな、もしかして。面白かった？全然面白くなかったよ。はい、じゃあ今日最後ですね。びっくりする話。お、100も消費するんだこれ。あ、1000が、1000個あったのに消えちゃう。はい、この前びっくりした、あれ減ってないね、1031。まあいいや。この前びっくりしたんだけど、何かあったのっていう話でね。びっくりしたでしょ。なんだか胸がドキドキする。え、何の話したの。意外と怖がりなんだな。胸がドキドキする。え、待って、え、さっき何の話したっけ。びっくりする話で怖がり、胸がドキドキする。え、絶対それ小宮山くんに対してのドキドキだよ、ほのかちゃん。もう結婚しよう。